プロゴルファーに聞きたいことあってさ。おお、あ、何あれ何ですか、ちょっと前のめりに来てるけどなかなか言われないけど、なかなか、そうそう、あれプロの方ですよね一応何ですか、何ですか、ショットでさ、はいはいはい、調整してるって言うじゃない。お、調整する、何を調整してるの。平井博明のワンラップゴルフ確かにそうだね、うん、今ちょっとバババババって頭の中につながったんだけど、うん、俺アマチュアゴルファー見てて、うん、ミスの度合いを調整してるのね何どういうこと怒られるよそれいや本当のことだから怒らないんだけど、そう例えば、例えばね、こうやって打って、うん、右行きました、うん、ちょっと右行きました、うん、真ん中行きました、うん、あってミスをだんだんあえて調整、うん、要ミスの度合いを調整してる、要はナイスの調整じゃないのよ、ナイスショットを調整するから、調整って。え、そうなの。そう、え、でもああやって右行っちゃったら行かないようにちょっとさ左にしてみるじゃない。それはね、調整じゃないんだな、修正なんだな。例えばよ、うん、まあ、これ5球用意しました、うん、芯食った、まあ、中弾道の若干ドローかストレートかっていう球でしょ。そうだね。で、そのドローをなくす中弾道の芯食ったストレート、うん、ちょっと厚めに入ったけど、うん、あれが調整だから。よく手袋してる、調整できるんだ。ギリギリのところでやってますけどねちょっと待って、いやいや外しちゃいいじゃん右手ギリギリでやんなくてもあ、全然変わんだね、右手外すと全然違うでしょ。違う、全然。ああいうふうにこう球が生きてくるじゃない、うん、そうだ、 ああいうふうに、うん、例えば高さの微調整をしたり、うん、ああいうものをやるんだけど、要は当たる当たらないの調整はしてないってことがある。それは調整じゃない、練習だから。当たるための練習をもっとしなきゃいけないんだけど、だから修正なんだ。そう、当たんない時に調整はできないわけよ、うん、とりあえず当てるように。そう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 、それはただの練習だから、うん、だから当たらないものを調整しても当たらないものは出来上がっちゃうからね。だからそれすっごく怖いっていうか危ない。固まってなかったりナイスショットが出ない中の調整っていうのはやってもいいけど、要は高得点がもう決まっちゃうよって。だからそこの70点から40点の中を調整することになっちゃうから。あ、100点までいかないんだ。いかない、いかないから。100点が出て最低点がまあなんとなく70点ぐらいになったら、100から70の間の調整をするわけよ。だからナイスショット多く含まれるものを調整するじゃん。ナイスショットは全然出ないのに、要はこういう動きが多く入っちゃった中の調整をしたら、こうやってダフったり、そういうものが出ちゃう。だからそこは調整に入っちゃいけないんだよね。もっともっとやりに行かなきゃいけないから。より今よりも振り遅れなくなったり、クラブがさばけるようになったりしてきて初めて調整に入るから。じゃないと飛距離が飛ばなかったり、うん、打ったよりも思ったより飛距離が出なかったりとか、そういうことが全然ある。だから調整する段階にまだ行ってないのに調整をしちゃうと怖いことになっちゃう、うん、あ、そういうことね、うん、だから1から8、そう、1から8の、まあ、ドリル形式だったりとか、うん、そういうものにこうしていかないといけない。いきなり9、10を固めようとしたって、はい、もう1から8がないんだから、うん、90は入れられないからね、うん、だからこうガッチャガチャになっちゃう、うん、で1で本当にちゃんと打てるように、うん、なって2に上げてっていうのがちゃんとフルショットまで完成してきたら調整ができるようになる、うん、そう、それすっごいある。調整の仕方めちゃくちゃあるね。ちゃんとね、自分の今のスイング状態とかナイスショットの出る確率が高くなればなるほど調整の意味が出てくるから、うん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 、そのナイスショットが出る確率がすごく少なくて調整したらやっぱり悪いものを固めるようになっちゃうからね、うん、要は調整って振らないし、あ、ガンガン行かないじゃない。そうだね、ガンガン行くってことは調子に乗ってる時だから、うん、調子がいい時なのよ、うん、だそういう時にこう調整に入ることはいいけど、うん、当たるか当たらないかも分かんないよ自分の調子が分からない時に調整に入っても意味がない。だからそういう時は調整しない方がいい。あまりこう参考にならないかもしれないですけど、うん、撮っていったんですけども、うん、まあ、このまんまだとこの動画面白くないんで、うん、ちょっと面白い話していいですか、うん、
トール君も僕も大好きなサロンのアッパーの方がいます。この間レッスン大阪から来てくださったんですよ、うん、それで、はい、前うちじゃないところでレッスン習ってて、うん、バックスイングで窓を拭けって言われたんだって、うんうんうん、こうやってはい、はい、こうやって、はい、一切当たんないんだってでもさ高いお金払ってる、うん、だからやろう自分でこう得たいじゃない。そうだね。だからやるわけよ、うん、でも当たんないんだって、うん、でその人コースが決まって、うんうん、ラウンド3日前からどういう調整すると思う、うん、分かんない。手打ちちょっと待ってなんで当たんないから当たるようにするために手打ちにするの？そうだよ。だったら最初からそうか、そういう、それそうか、ごもっともだからさ逆を返せばさ手打ちが当たるってことでしょ。そうだよ、当たんだよで実際ね、うん、その方もめっちゃくちゃ面白い人だよ、うんうん、あの俺も登録も大好きじゃない、うんうん、で実際どうやってやってたんですかって言って、うん、打ってもらったの、うん、あって本当にパチンって打って、うん、でラウンドしてたんだって、うん、したらお客様にも他の人にも迷惑かかんないからって、で要は当たるからってでも本当は、うんこうやって打ってんだよ。こうやっていつも練習してるそうだよね、高いお金払ってる。ここのガラスを拭けって言われたんです。そうだ、拭いてるんだよね。こうやって、うん、こうやって、うん、めっちゃ高い金払ってるんだよ、うん、ワンナップゴルフなんでベリーチープだからえ、そうなの？そうだよ。だからうちなんてそれだったら本当に1回10万でいいんだから、うち。そうだね、うん、それでも安いんだから。そうだね、うん、次から10万円になります、来週から。ありがとうございます。それでラウンド3日前になったらシフトすんだから、うん、じゃあさ、そう、じゃあでしょ、うん、じゃあさ、初めから最後までもう手打ちでいいじゃん。そうだな。でもね、その方すっごく理解のある方で、うん、そのレッスンも、うん、その要はうちのレッスンも悪気はないと、うん、ちゃんと分かってくださってて、うん、俺もそう思うよ、うん、俺も別にこういうスイングが悪いわけじゃない、うん、ただ難しかったっていう判断を しただけだから、その方ができないってことだね、うんうんうん、そう、ただただそれだけのことだから、あ、やるやらないは別だし。あ、そうか、そうか、そうだけどその方はそれじゃ当たんないから、うん、ラウンド前になると手打ちで調整を始めたっていう話、うん、そうか、その窓拭くのがいけないんじゃなくて、そう、あの難しくてできなかったから、うんうん、あのコース行くときは簡単な手打ちでできることをやりましょうねになるわけだそう、なるほどね。そうで俺はそれを聞いた時に、うん、その今トール君が言った後に、うん、てことはってなっちゃうの、うん、手打ちの方が簡単優しいよねって、うん、その方レッスン来てどうだったの？普通に当たるわけよ、うん、でそれはもちろん手打ちに近いこと、うん、ちゃんと体も動画でねやり取りをサロンメンバーの方だからしてたじゃない、うんうん、ゴールドメンバーだから、うん、だからそれでやって、うん、最初に送られてきたスイングと、うん、レッスンに来た時のスイング、うん、全然違う。え、じゃあ自分で練習してたの？ちゃんと。すごいじゃん。相当やっぱり球数を打つ方だと思うんでね、まあ、アドレスの距離とか、うん、グリップの向きを少し調整させてもらって、うんうん、まあ、もちろんポイントポイントを伝えさせてもらって、うん、でやってったんだけど、うん、そこまで積み上げてきたものの大きさで、うん、相当そのレッスンで出来上がるものが変わる、うん、それも改めて思った、うん、やっぱできる、すごく。やっぱりちゃんと練習してたんだ。でちゃんと練習してたのもそれでわかる。ああ、言ってたね、それ。そう、今日八王子から来られたあの方もわかる、うん、ご夫婦ね、どれだけやっててどんなことをやってたかっていうのがわかる。あれ今日の方2回目なんだ。2回目。え、じゃあ前のレッスンで言ったことをちゃんとやっててくれた。そう、あのお題を出させてもらって、うん、それをまあずっと相当な期間や、前半袖だったから暑い時に来て、うん、だからそれで今回だから変わってる、まあ、3、4ヶ月ぐらいは、うん、全然違う、全然違う、まずスイングスピードが違うのと、特に奥様の方がドライバーが化けた、全然違う、ハイドローだから。かっこいい。かっこいいでしょ、うん、でも何もしてないんだよ。めっちゃやってんだけど何もしてないの。そうなの、うん、ほんと普通のこうパチンってスイングしてガーってハイドローが出てんだけど、見た目は全然普通。でもその奥様バックスイングこうやってあげてる、こうやってあげるようにしてもらってんだよ。え、そうなの？そう、こうやって
じゃないとこうなんないから。で動画見てもらったの撮って。で本当にこうやってあげてくださいっつって。うん、で動画撮ったの。うん、こうだ。めっちゃ綺麗。ちょっとかっこいい。綺麗。かっこいいでしょ。うん、綺麗じゃん。うん、ああやって上がるのね。それ見てあ全然なってないっつってた。でも球はいいわけ。感覚のズレだから。そうなんだ。こういう意識で肘から上げる意識で綺麗な、うん、綺麗なバックスイングになるの。そうなんだね。そうでも今そこで自分の感覚と実際の行動がこう合ってないじゃない、うん、だから後々ズレが出てくるわけ、はいはい、本当にやりすぎたり。そうか。そう止められないから、うん、感覚が違うから、うん、だからそれだけは注意してください。あだから動画を送ってくださいっていう。あそうか。本当にそういう動きになっちゃうとそれはそれで悪いんだ。悪い、うん、そうこれはダメだから。だけど今はってことだ。うんうん、だそういうのも含めてスイングっていうのが自分の感覚としてこう行動と一致してくると継続ができるわけよ。うん、一致してないと継続もできないっていうのがある。これインパクトゼロだよね。違う？違う。違うね。違う。調整の話。調整だ。うん、そう。プロとアマで、うん、あの調整の仕方が違う。調子がいい時とか。うん、自分のナイスショットの確率が高い時に初めて調整ができて、うん、全然当たんない時に調整はできないんで、うん、ちゃんとね自分の調子っていうのを把握して調整ができるかどうかの、うん、まあ、確認をしてもらう方がいいですね。はい、プロでもほら調子悪くて、うん、当たんない時あるじゃない、うんうん、そういう時は調整はしないんだ。しない。より当たるような手打ちに近い動きに戻していくっていう感じなの。とかまあそのボディーターンのドリルをやったりとか、うん、そういうまあドリル修正を相当やるわけよ。あ無駄なものを取り除いて、うんうんうん、でもふるいにかけて使えるものだけ残して、うん、それを今度調整に入るから。あそれができるようになったら。そう。それまで結構調子を崩すとよぎるっていうか、うん、ミスが身についちゃうとあーあって思うわけよ。 そっか。それを取り払うのに体なんてすぐなんだからプロ。あもう5球ぐらいあればすぐ治るんだ。ここなんだもん。あ、そうなんだ。あ、やばい。曲がっちゃうかもってなって。その悪い思い出じゃないけど、記憶が。そう、それがよぎる。そうすると曲がるからね。要はミスを知ってるから。じゃあ体を直してんじゃない？頭を直してんの？そうよ。あの、記憶を消してるから、上書きしてるから。いいイメージで。そう。だから自分は、このショットがもう打てるんだ、大丈夫なんだって思うまでに、何発打つかだから。うん、試合の一発のミスを取り払うのに何千球打つんだろうね、うん、このイメージを。あ、一発のために剥離剤でも落ちないんじゃないかな。消しゴム砂消しレベルじゃ落ちないから。あ、そうなの。そんぐらいよぎるからね。あっってなっちゃうんだ。なる。怖いよワンショットって。あの本当に病になるからね。ねえ、うん、それはもうプロスポーツ選手っていうのは隣り合わせだ、うん、それは怖いことなんで。まあ、本当に調整をするっていうのは、まあ、動きもそうですけど、うん、嫌な記憶を取り払うっていう面でもやらなきゃいけないんで、まあ、気をつけた調整の仕方をしてみてください。はい、で今回はですね動画の方以上になります。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですねちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですねちょっと秘密なこととかですね特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。